どうもこんにちは、特化軍です。本日はこちら、電気ガスがなくともツナ缶で超簡単卵焼き。今までね、何回も紹介してきましたツナ缶の中のオイル、これでもってね、ランプにしたり、料理してきたりね、しましたけど、新しい方法でございます。これがね、まあ新しいっつうか、5、6年前にね、河川敷でね、撮った回あるんですけどね、ちょっとやってるんですけど、アップしてなかった。雑誌だ、LINE ライブだとかでやってたんだけど、なんかね、やった気になってた。でも YouTube でやってなかった。これはね、めちゃくちゃ簡単ですからね、災害時とかには、とっても役に立つと思います。さあ、やっていきましょう。あ、申し遅れました。私、全日本ツナ缶オイルを燃料にして、卵を焼くこともできるんだよ、協会会長、小野寺でございます。さあ、それではやっていきましょう。で、本日使う材料はこちらです。ツナ缶、オイル入れ、必ずオイル入れです。これノンオイルだろうね、燃えねえからね。うん、卵、今日はね、2個ぐらい入れるから2個で、あと今日はティッシュ。ここまで聞いた方、え、ランプ出雲通りじゃねえのって思うよね。これ今までやったのおさらいね。今までのはこのティッシュをこうやってこう穴開けてこうブスと、あるいはちょっと剥がして刺すとか、こう長のオイル吸って火ついてた、これがランプだね。これね、今日めちゃくちゃ簡単です。もしも皆さんが、まあ、電気ガスだ、ないなーっていう時にね、オイルがね、燃えますんで、なんでもいいです。正直ね、オイルサーディンでもいい。いきます。これを普通に開けます。で、これ普通に揚げますね。ここにティッシュ1回分取りました。これをね、大体まあツナ缶と同じぐらいの大きさに三つ折りします。このぐらいの、もうね、ツナ缶の周りと同じぐらいの大きさ。そしたらば、あとこれもう2ミリに乗せるだけ。こう、これをこうで、こう、もうこれね、なもうしみしみにやっちゃうの。吸うね、ほれ。で、こうちゃんとね、端っこも吸うようにこうやって、ほい、こんな感じで、はい、こんな感じ。もうただただピタッと、なんか漬物の上に乗せるビニール袋みたいにただ乗せる。さて、それではこれね、一つね、デメリットがありまして、とってもすすが出ます。なので今日は、キッチンのところの吸気を、ね、ちゃんと使ってやりたいと思います。で、高さがですね、絶妙な高さが欲しいので、この五徳問題っていうのだけが、あります。正直このね、ツナ缶ランプに、必ずあります。ちょうどいい高さのこの五徳を、まあ、買うのか、あるいは、もしキャンプ、とかの時には、ペグを4つほど刺して、ね、物を浮かせる高さが欲しいというところです。今日はね、アルミ、これもね、ちょっとこう災害時もあり得るんじゃないかなと。アルミのここに卵いきます。このぐらいの距離だったら、まあギリギリちょうどいいかな。もうちょっと近づけたいぐらいって感じです。普通につけます。どっからでもいいです。こうつけるのね。ほら、ついた。つきます。ついた。つきます。こんな感じ。そしたらちょっと吸気回します。すすがすごいから、普通にこんな感じでめっちゃ火がつきます。めっちゃ火がつきます。ちょっと見ますか、見ません。こんな感じで普通にね、火がつきます。で、ツナ缶は燃えません。ただこれね、ちょっと強火だから、そこ料理していきましょう。そしたらばここに乗せます。ちょうどいいね。気持ちいい。油、これすすすごいから。油、あー、やってまった。まあいいや、まあいい。で、いきます。よーい、よいしょ、急げ。もう一個、
て、結構ね真ん中の方も最後焦げてきますけど、ペロンってやるとね綺麗に剥がれるから、思ったより中汚れねえからね。あっちまちに火が入ってきてる。で、ツナ缶によって水分がある部分とかが、あのオイル量がまちまちです。だからツナ缶によってあの火のつき時間などはちょっと変わってきます。あ、やべ、喋ったっけだ。うんうん、余裕でうまそうだ。ちょっと強度は火が弱い個体だ。こんなもんじゃないです。360度全部つきます。正直こういうキッチンタオル、ペーパータオル、こっちの方がよりいいです。ただまあ持ってない方もね、ポピュラーなのティッシュだったらあるでしょうと。ちょっとですね、この個体があまりよろしくない、水分が上に来て油がちょっとねあんまり吸えなかった個体かもしれません。こういうこともありますが、それでもね全然よしよし、もうそろそろいいでしょう。うんうん、いい感じです。うん、ガッチガチです。でこれもよいしょ取り出します。まだね、まだまだいけっから、調子があったら。うん、こんな感じでまだまだいけます。ほい、出来上がりました。ツナ缶のオイルで焼いた卵、これねまだまだね火つきます。まだまだ火つくけど、今日ねちょっとこうチロチロっていう、こう端っこがランプみたいにねつくタイプの個体だったんで、まあにしても余裕ですからね。こう剥がすともう全然、ほらこれ、ここ調子いいとここも燃えます。1枚染み込まして2枚目ちょっとふかふかぐらいがね、最高のバランスなんですね。うん、あんまりしみしみすっとね燃えねえから、これをこういうスタイルよ、こうね。そしたらこの目玉焼き団乗せでさ、一緒に食ってしまえばいいのよ。こんな感じ。もう草内で有名なマヨネーズもね、もう好きに好きに好きにやったらよろしいんですよ。見てこのね、いただきます。下の油で出来上がる永久期間ですよ。油を燃料にして作って、さらには最後に具になってしまうという、もう本当小説一冊かけんでねえが見える。感動の、あい、うわい、あい、うわい、いいね。下全くこのとろ火で焦げでもない、カリッとしてる。いただきます。いただきます。おい、うわ、悪魔的なうまさだ。ツナマヨ卵サンド、ツナマヨ卵サンドの味や。うわ、これ一回目玉焼きっていうのがこう群がっていいね。うん、白身の部分と黄身のちょっとこう焼けてる部分とさ、うん、うまっ。これ何にもね、これですね、もう最高じゃん。これ、これ塩コショウマヨ間違いないです。うん、これぜひね皆さん、これから暖かくなるから、公園とかこうおデートでね、ちょっとこうサンドイッチ作ってきたんですみたいな、ね、漫画で出るアミアミのカゴみたいなやつに、こう女の子が行く場合、ぜひツナ缶とライターとアルミホイル、マヨネーズ、塩コショウね、卵、これでもってね、素材からその場で作りましょう。うん、直火 OK な場所を選んでいただいて、うん、誘い出してね。いや、これびっくりするよ、これを急にやりだしたら。そしてうまさにもびっくりする。はい、ということでいかがだったでしょうか。1枚目ひたひた、2枚目ちょっとこうまだらに作るみたいな、2枚目、そうするとここ真ん中まで全部燃えます。これがコツなんで、まあ、最高に火力強めたいなら、そんな1枚目ピタピタ、2枚目ややふかふかでやってみてください。すごい燃えるから結構燃焼時間は短くなります。そこだけね気をつけてください。もしもの時にはぜひ使ってください。それでは最後に評価額発表させていただきます。即席卵焼きツナ1食分51万円。もう簡単にできますから、
その時にこれはねもう51万円、変えられないんじゃないでしょうか。ということでまた何かありましたら紹介させていただきます。今度これちょっとちゃんと外でやりたいと思います。本日はこれまで。それじゃあまた。